はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーゴーストのガシャポン、ビッグサイズなりきりゴースト03です。ラインナップが4種類なので4回回してきましたが、赤が2つ出たのでちょっとかぶっちゃったっぽいね。うん、とりあえず1つずつ開けていきましょうか。はい、はい、じゃあどれからいこうか。赤、かぶっちゃった赤からする。じゃあ開けます。ガシャ、あ、開かなかった。はい、こちらがラインナップですね。はい、1番がディープスラッシャー、そして2番がガンガンハント。ガンガンハント。そして3番が五光輪。五光輪、あ、三蔵の武器だねこれね。うん、そして4番目がニブショルダー。ニブショルダー、これはグリムの武器か。はい、ですね。はい、はい、以上の4種類ですね。はい、で今回出たのは何でしょうか。赤のやつ同時だね。うん、ちっちゃいのかな、なんとなく。お、大きいのかな。あれ、あれまさかこの形って、ニブショルダーってやつね、これ。ほら、ニブショルダー、ニブショルダーだ。ほんとだなあ、ペンのやつ2つ出ちゃったそうだね。あ、でもこれであのグリムにはさ、これが2つついてる。あ、そうだよね、ちょうどよかった。ちょうどよかった。うん、じゃあ次イエローとグリーン、どっち開けましょうか。 A ちゃんがグリーンで、パパが黄色。わかった、じゃあこれで開けましょう。はい、せーの、ガチャ、ガーリー。お、白いパパのやつは A ちゃんの名前はかな。あ、これはああ、これそうだね、三蔵の五光輪ってやつだ。ああ、これか。そして最後の1個が何でしょうか。多分これディープディープス、うわー、ディープスラッシャー。おー、よかった、よかったよかった、これ欲しかったからね。オッケーオッケー、じゃあそれぞれ膨らましていきましょう。おい、終わっちゃったよ。はい、まずこちらが2部ショルダーですね。はい、ね、それぞれが区切られてるんだね。はい、だから空気が入っていきにくくて、はい、非常に辛い、これ膨らますの、はい、大変辛かった、はい、こういう形でも確かに2個出てこれは良かったかもしれない、うんうん、はい、それでこれが五光輪ですね。はい、これは割と簡単だったかな、うん、あのタイヤみたいだね、ドライブの時の、うん、ああ。これこうやって手につけて戦える、うんでもあのもっとの時だね。あ、そうだね。そう、はい、こちらがディープスラッシャーですね。まだデラックス版が出てないのでちょっと一足先にっていう感じかな。はい、基本的にはあれと一緒だよね、サングラスラッシャーだね。そう、サングラスラッシャーと全く同じ、これ全く同じなのか、ちょっと色が違うけど、色が違うだけでね、同じだね、同じようなデザインですね。はい、じゃあこれで対決するけ、よし、じゃあ対決で、うれっしょ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 、このままじゃまずい、うれっしょ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 、うれこの武器は変わるだね。よし、だったら俺だ、これでもかわせるんだ。うわぁはい、ということで今回は仮面ライダーゴーストのガシャポン、ビッグサイズなりきりゴースト03でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、これ長いね。ん、長い、相変わらず。そうだね、劇中みたいな。うん、そうだね、ビニールのやつは大きいからいいよね。うん、はい、ということで今日の動画がもし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらの方もお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。